車で行こうです今日紹介するのは、新たなハイブリッドシステムを搭載したコンパクト SUV、ダ、e、イイハハツ e スマートブリッドですエンジンで発電した電力を使って、モーターを駆動し、走行するというシリーズハイブリッドを、ダイハツの量産車としては初めて採用しました。 同じ方式を採用する日産の e パーとはどこまで同じなのかあるいは違っているのか実際に試乗して検証していきますカーボンニュートラル社会においてダイハツの環境に配慮するいいものを安く提供する取り組みが走りにどう生かされているのか探ってみたいと思います。それではポイントを見ていきましょう ガソリンエンジンで発電した電気を使って100%モーターで走行するシリーズハイブリッドを採用したダイハツロッキー E スマートハイブリッド。小さな車の電動化にとってシンプルで制御しやすい方式が最適と提案しています。日常からレジャーまで様々なシチュエーションで使えるコンパクト SUV でスクエアなフォルムが印象的です。 外観はコンパクトですが、室内空間は広く設計されていて、インテリアは SUV テイストをうまく表現しています。新開発の1.2リッターエンジンをハイブリッドシステムに最適化して搭載しました。高効率なエンジン作動領域を保ちながら制御することによって燃費性能を向上させています。 走り出しから最大トルクを発揮するモーター駆動ならではのレスポンスの良さや滑らかな加速が実現しましたその他ガソリンエンジンは1.2リッター自然吸気の FF と1リッターターボ 4WD のラインナップとなっていますダイハツロッキー E スマートハイブリッドの価格はご覧の通りとなります 今回は e スマートハイブリッドで高速道路と一般道を試乗し走りの実力を検証します。SUV の走りを変える新世代ハイブリッド、ダイハツロッキー e スマートハイブリッド。今回はプレミアム GHEV に岡崎五郎が試乗します。 きょうはダイハツのコンパクト SUV ロッキーに試乗していますでこのロッキーに今回新たに e スマートハイブリッドと呼ばれる新しいシステムのハイブリッドが加わりましたこのハイブリッドシステムはエンジンで発電をしてそれによって生まれた電力でモーターを駆動して走りますでエンジンジははは実はタイヤとは 直接つながっていないなんですね、まあ、そういう意味では日産の e パワーと同じ方式いわゆるシリリーズハイブリッドと呼ばれる方式になっています、えー、このロッキーの e スマートハイブリッドの場合はやはりこう日産の e パワーとはちょっと目指している方向性が違うのかなと乗っていて感じます。何が違うのかというとかなりエンジンの存在感が高いんです。 この高速道路に入ってくるとえまあこれあのうっかりすると電動車であることを気づかない人もいるんじゃないかというぐらい自然にエンジンのこう回転数とあと加速とか車速がマッチしたそんな走りにこう変わってくるんですね。加速試してみみまますすアクセルを踏み込みますはい ぐーっと結構いい加速をします。そしてエンジンも同時に回っていくと、えー、このコンビネーションっていうのはなかなかあの。例えば普通のエンジン車から乗り換えた人でもすぐに馴染めると思いますね。まあ、しかし、こうやって高速道路を流していると本当に快適ですね。ちょっとこう足回りの硬さであるとかタイヤのえ。 表面の硬さみたいなものは感じますけれどもでもあの努力性能はしっかりしてますし、えー、直進もそこそこ出ていますそれと静粛性ですね、えー、まあ80キロで巡航していても、えー、これ非常にこう静かですねエンジンがうなるようなこともないですし、えー、ロードノイズも今ザラザラの路面走っていますが、えー、まあこのクラスとしては平均的な値に抑えています。 さあ、一般道に降りてきました。で、この e スマートハイブリッドは高速道路というよりもむしろ一般道に焦点を絞ったシステムだと思うんですね。ではい、発進します。やっぱりこれエンジン全然かかんないですよ。あの、例えばトヨタのヤリスハイブリッドとか。 の感じでアクセルを踏んでいくとあ、そろそろエンジンかかるよね。っていうところ。でもまだまだモーターだけで頑張っていますね。まあ、この辺りはやはりこのシステムの大きな特徴になりますね。そしてはい。今エンジンかかりました。あのー、今こう、この上り勾配に入ってきたんで、より多くのトルクが必要になった、えー、当然モーターにたくさんの電力を送り込む必要がある。そのためにエンジンが回って。 発電をしていいるととうことになります、はい、今交差点曲がる手前でアクセルをポンと戻したら強めの回生ブレーキがかかりました、えー、これ今はスマートペダルというボタンを押してスマートペダルを有効にしていますそうするとアクセルを戻すとグーッと回生ブレーキでその回生ブレーキがかかっている時は、えー、電力を バッテリー戻してるわけですね。で、これはあの燃費の向上につながります。はい、荒れた路面に入ってきました。こうしなやかとか、そういうこう表現が使えるような乗り味ではないんですけれども、まあ、このぐらいの感触をこのクラス、この価格帯で実現しているんであれば、もう十分に納得できる乗り味に仕上がっています。 今回ロッキーに追加された e スマートハイブリッドなんですけれども今後車の電動化がどん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 進んでいくのは間違いないそんな中でやはり価格帯とか用途に応じて最適な電動化っていうのは求められていくと思うんですね。そういう意味でこのコンパクトでスタイリッシュな SUV にはこのダイハツが開発した e スマートハイブリッド非常にうまく マッチしているなと感じました。はい、それでは安全性の評価に行きましょう。ダイハツのロッキー E スマートハイブリッドこのようになりました。よくできましたですね。そして気になる燃費なんですが、今回は市場で201キロ走ってリッターあたり22.3キロとなりました。ともちゃんどうでした。はい、やっぱり5ナンバーサイズって日本の環境では正義だなって思いました。いや確かにね、<laughs> もう本当にどこ行っても運転しやすいよねって感じられる車ですよね。<laughs> はい。 ではここでダイハツロッキーイースマートハイブリッドのユーティリティチェックです。まずは後席への乗り込みです。まあ、SUV のスタイルということで、こうしてドアを開けていくと開口部結構広そうな雰囲気です。えー、乗っていくとまあシートの着地位置は SUV らしく少しだけ高めのイメージですが、開口部なかなか広いですね。 実際の空間です。膝周り見ていきますとこうナンバーサイズでありながら結構ゆとりがありましてげんこつ3つ入ります頭上はというとえこちらはんどうかな、うん、私の身長で1.5個ですね。 さらにこの背もたれなんですが、実は少しだけリクライニングできるようになっていて、傾けてリラックスすることもできました。さらに足元には USB の端子が2つありまして、タイプ A ですね、2.1アンペアでスマホが充電できます。ラゲッジスペースです。 このようにオーソドックスなタイプで開けていきますが樹脂のテールゲート軽いですね開口部もしっかり取られていますし床も比較的張り出しが少なくて奥行き、幅ともにしっかり取られている印象ですさらにこれ FF のモデルにハイブリッドということなんですが通常フロントフードに入っている12ボルトのバッテリーがここに移設されています、うん、ただこここのののののフロアのボードを下の段に変えるるととももでででできき背の高い荷物も積むことができそうです。 さらに非常時の給電システムも採用されていました。シートアレンジは後部座席40対60の分割可動式、キャンプなどでしっかり活躍しそうですよねこれ、コンパクトなボディーなんだけど、SUV らしい、すごいユーティリティ的にもちゃんとしてるなっていう、そういういだよねそこはさすが小さな車を作るのが大発です、ね、うま、んはいダイハそれではこの後開発担当者の方に詳しくお話を伺っています。 それでは開発を担当された中穂さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますいやコンパクト SUV と新しい電動パワートレーンの組み合わせが、はい、いやこれ結構初物にしてはすごくよくできてるなと思ったんですけれどもシリーズハイブリッドという形式を含めてどんなところを重視して開発されたんでしょうか、はい、まあ、親会社であるトヨタの THS の方式ですとか、はい、今回のシリーズ それからマイイルドドハイブリッド、うん、あのメリットデメリットいろいろございます。うん、弊社ぐらいの車のサイズ、はい、あの質量あるいは走行抵抗の中でいけば、うん、モーターで100%駆動するという方式を取るとシンプルで、うん、あの制御もしやすいということで。うんうんうん 一番メリットがあるんではないかと将来の BV みたいなあことに対してもあの比較的、えー、技術が活かせるんではないかということで、うん、シリーズということにしてあの開発を進めました、うん、なるほどエンジンは発電専用で、はい、その電力を使ってモーターを駆動して走るというところなんですけれども、はい、例えば。 街中では結構モーターだけで頑張ってっていうか静かにスムースに走ってるなっていう感覚があったんです、はい、で高速道路に持っていくと今度は不思議なことにそのまるでエンジン車に乗ってるような感覚、はい、まあエンジンはかかってるんですけれどもアクセル踏んでった時の加速の時とエンジンの高まりがすごくうまくリンクしてたりとかってこの辺りって意識してチューニングされたんですか、はいですねはい、チューニングはあのいろんな意味で、はい、やっぱりあの人の感覚に対して できるだけ違和感がないっていうとうころは、うん、あの考えて、うん、あのおりますうん、うん、ただやっぱりエンジンを駆動しますっていう状況っていうのはできるだけ燃費がいい状態で、はい、あのエンジンを駆動させたいというところとのやり取りで、はいまあ、最終的なチューニングをやっているということですね。うんうんうん このロッキーに関してはどんな価値を提供されたいんですか、あのー、燃費っていうのは一番大切にしないといけないただし燃費が良くてもあのー、やっぱりお客様が手に入れることができる、うん、弊社の基本的な考え方の中に最新技術をみんなのものにっていう、うん、みんながどんな人でも手に入れるぐらいの価格でなんとか提供しよう、はい 開発の中でも苦労して力を入れてまあ頑張ってきたところだと思います掛、うん、け算の台数でトータルの CO2 の排出量をですね、うん、あの一番効果的に減らせるのではないかということで、うん、えまあロッキーを皮切りにということで決めております、うんうんうん あのまあ、今回、ハイブリッドの追加によって1.2、はい、リッターエンジンのガソリン車、はい、それからハイブリッドそれから1リッターターボが 4WD 残ってます三、はい、3種類ありますと、はい、どんなふうに売り分ける、はい、あるいはユーザーの立場に立ってどんな風に選ぶのらいいです3つのパワーユニットをあの持っておりますのでまずハイブリッドはあのや,やはり先ほどから言っている燃費。 でお客様の意識も変わってきておりますのであの環境だとかあの先進感みたいなことできび,きびあの走る走行と合わせて買っていただけたらなと。はいえー、それぞれぞののお客様の あのニーズによって、えー、どのエンジンを選択するかなということで、うん、お選びいただければいいかなと思います。うんうん、まあロッキーすごく売れてる車なんですが、さらに個性がいろんなものを選択肢が揃ったということでさらに人気出そうです、ね。ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。すみません、ありがとうございます。うん さあここで評価に行きたいと思います僕の評価はこのようになりました丸これはですね今インタビューの中にも出てきました最新技術をみんなのものにというこの志というかコンセプト素晴らしいと思いますやはりいくら燃費のいいもの性能の高いものを作ったとしてもそれが 売れ買えないほど高くなってしまったらやっぱり意味はないと思うんですね。ですからこういうリーズナブルな価格で買える低燃費しかも扱いやすい車を出していくっていうのはもう日本の自動車メーカーの得意技ですしその中でもやはりダイハツっていうのはそうこの分野で、ね、すごく強い、えー、実力を持っているのでそこに、ね、さらに磨き上がかかってきたなと感じました。でこれはですね えー、ハイブリッドの4区も欲しいいなと思います、あのーまあ、結構、ねえー、雪国とかに住んでいる方にとっては4区必須のものなのでそういう方たちも選べるような、えー、ハイブリッドが出てきたらさらに支持、えーの,ね、の輪というのは、ね、広がっていくんじゃないかなと思います、はい、私は、マるなポイント、えー、こちらはです、ね、小型車に適した軽量、シンプル、安価低燃費なハイブリッドシステムだと思いました。 ま,あまさにあの5ナンバーで向き合いやすい小型車に適したハイブリッドシステム、まあ、モータードライブの楽しさとそれから踏み込む時に回るエンジンで初めてのハイブリッド車として乗り換えても違和感やストレスなく乗り換えられる感じもしましたまた1070キロというこの軽量な車重はあの意のままに走れる楽しみも与えてくれますしさらには低燃費に貢献してくれるといった点が素晴らしいと思いました。バッテンこれ今回は五郎さんと一緒ですね、うんうん それではハイブリッドを選べない。まあいろんな地域の方にこのハイブリッドのメリットを感じていただきたいと思います。ただパッケージング面で4駆だとちょっと密室下のスペースも限られてきちゃう部分もあるし、まあそこは今後の課題になってくるのかなと思いました。はいということで二人の評価このようになりました。ここで視聴者にいただいたメールご紹介します。神奈川県60代の男性。 世界中が二酸化炭素の排出対策で EV に切り替わろうとしていますが世界中が毎日充電をしたら電力供給が間に合わなくなり火力発電や原子力に依存するような気がしますがどうでしょうか。 うんおっしゃる通りですねあのまあ徐々に EV というのは増えていくと思いますそれがやはりこう今、流れになっているんですけれどもじゃあ、それをいつ EV をこう100%にするかというとまだまだ時間がかかります。EV っていろんな問題があっておっしゃっていたこともありますし値段が高いということもあるそういう意味ではやはりあの安い車なんかはどんどんこの今回のねロッキーのような e スマートハイブリッドのような安価なシステムを搭載して 大勢の方にエコな車を普及させていくというのが僕はすごく重要だと思っています。なのでやはりともちゃん今回ねこのダイハツの e スマートハイブリッドって SUV で、はい、ハイブリッドでなのに230万円ぐらいで買えるっていうのは。 こここれはもう今ののととろ日本のメーカーカにしかできないことだよねいやすごいことですよね。うん、まあそうした意味ではあの炭素低減って時間もかかるし、うん、課題がいっぱいあるんですけど少しずつでも自分たちができることをやっていくという意味では、うん、すごく大切な存在だなな思います、ねうんうん、そうなんですねそれからもう日本のユーザーの方ってもうハイブリッドとか軽自動車を世界で、まあ、あのすごくこう世界にさげてそういうものを選ぶ、えー、そういうユーザーになってきているので結果、日本の自動車が出すね、うん CO2 って圧倒的に世界で一番この10年、20年で減らしてきてるんだよね、はい、そういう意味ではこういう車をやはり1人でも多くの方に乗り換えてもらってね年表を良くするっていうのはお財布に優しいだけじゃなくて地球環境のためになるんですよとまあそんな観点で車選びをする方がもっともっと増えていってほしいなと感じました。それではまた来週 旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組それが車で行こうです TVK では毎週日曜夜10時再放送は毎週土曜朝11時で公表放送中ですまた番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます皆さんのより良い車ライフにぜひ お役立てください。エンジン